仕込まれますよね、準備しておかないと。さあフルカウントの勝負になりました。見た、出ます、157キロストレート、よく見ました。今日は一応代打菅野は使っています。センターの左に落ちた、山口はそれを見て二塁ストップ。さあ同点のランナーも出ました。ノーアウトランナー二塁一塁、平を攻め立てます。まっすぐ狙っていきました。佐藤は今日猛打賞。この和田幸四郎がホームに帰ってくれば4対4同点です。低め見た、さあ全ての塁は埋め尽くされます。160キロストレート、低めに外れました。そして背番号25番が右バッターボックスにやってきます。この後は打順1番に帰ります。粘っていきたい岡博美、腕を振ってこいと古賀、三遊間に破っていた、一人帰ってくる、中速の和田幸四郎はホームに帰ってきました。博美ナイト再び同点に追いつきました。なんと平良から2点を奪って4対4。ゲームは最終回9回の裏、ワンアウトで振り出しに戻ります。平打たれました、2点タイムリーヒット、主君の一打になりました。いやー、ジジイさん、よくバットの先端、フルカウント勝負です。外れた、さあワンアウトランナー満塁、またフルベースです。犠牲フライでもさよならです。初球引っ張った、さよなら、エチェバリア帰ってきて見事な逆転劇でした。ピッチャーですからね、難攻不落の平良を打ち崩しての井口監督通算見事な300勝到達になりました。